物語はまだ終わってないぞ、トーマ。僕はまだメイさんに。ということで次回は仮面ライダーセイバー増刊号。俺っちのテレビデビュー絶対見ろよ。バイス調子乗んな。誰？日曜午前9時。メイさん、お伝えしたいことがあります。どんなに遠く離れていても心はずっとつながってる。みんなに出会えたから書ける物語があるんです。